腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。今回はリンゴ酢ダイエットの全てについてお話します。今回の動画はすごいです。この一本にリンゴ酢先生と呼ばれている私の思いが全てこもっています。この動画では数多くあるダイエット法の中でも一押しのリンゴ酢ダイエットの全てをご紹介します。今までのダイエット人生、何度も失敗したことってありますよね。この順番で食べると痩せるとか、足パカ運動、カエル足運動で痩せるとか、このサプリメントを飲めば痩せるとか、でも全く痩せない、続かないなんてことありますよね。これからお話しする本当のダイエットを一つでも知らなかったら、今後のダイエット確実に挫折します。食べる順番だけでは痩せない、運動だけでは痩せない、サプリメントだけでは痩せない、今言ったこと一つでも知らなかったという方はこの動画を見る価値があります。今回の動画でお伝えすることは、腸活ダイエット整体師としてこれまで1万人以上の方の心と体をケアしてきた経験をもとにお話します。私自身のダイエット、体調不良を克服したこのメソッドで3ヶ月でマイナス10キロ、コレステロールや血圧、頭痛薬などの薬から卒業された方がたくさんいらっしゃいます。体型を隠す服はもう着たくない、鏡に映る太った自分の姿をもうこれ以上見たくない、これ以上薬の量を増やしたくない、そう思っているようでしたらこの動画は一番見る価値があります。ぜひ最後までご覧くださいね。目次です。1つ目、リンゴ酢がダイエットに一番良い理由とは。2つ目、リンゴ酢ダイエット注意点、こことっても大事、結局リンゴ酢飲めばいいんでしょと思ったあなた、ここで選択を間違えると逆に太ったり体調不良を引き起こします。ここではリンゴ酢の正しい選び方、リンゴ酢の正しい摂取量、痩せるリンゴ酢の飲むタイミング、リンゴ酢の保存方法、そしてリンゴ酢ドリンクの正しい保存法、そして逆に太ったり体調不良にならないための注意事項、この順番でお伝えしていきますね。以上の項目最後までチェックしてください。あと今回ご紹介するリンゴ酢ダイエット以外にも、根本的な痩せ体質へと生まれ変わって健康で綺麗に痩せる腸活ダイエットの有料級の動画を今後も配信します。そういった動画をこれからも見逃したくないという方はこの機会にチャンネル登録していただければと思います。では目次1つ目、リンゴ酢がダイエットに一番良い理由についてお話します。その前に、そもそもリンゴ酢って何って思いませんか？それは果物のリンゴを使った醸造酢のことです。原料のリンゴをね、ゆっくり時間をかけて自然発酵したものです。ただ他にもお酢っていろいろありますよね。例えばお米からできたお酢は米酢、小麦やトウモロコシなど穀物からできたお酢は穀物酢。ではなぜいろいろお酢がある中でリンゴ酢が一番なのって思いませんか？別に他のお酢でもいいやんってそう思った方、そうではない理由を話します。リンゴ酢はダイエットにおいては優等生のお酢なんです。その理由はこちら。ダイエット効果1つ目は、腸内環境を整える作用があるからなんです。酢酸という成分が腸の動き、蠕動運動を活発にするので、腸の動きが良くなって代謝もアップ、根本的な痩せ体質へと生まれ変わることができるんです。ダイエット効果その2、脂肪燃焼効果が高いになります。酢酸という成分が脂質代謝を促してくれるので、結果脂肪燃焼効果につながるんです。ダイエット効果その3、血糖値の急上昇を抑える効果があります。食後に血糖値が急上昇すると、脂肪の蓄積に関わるホルモン、インスリンが過剰に分泌されます。そのことで余分に脂肪を溜め込んでしまうんです。ところがリンゴ酢を摂ることで、その血糖値の上昇を緩やかに抑えてくれる効果がありますから、結果脂肪を溜め込みにくくしてくれます。ダイエット効果その4はこちら、カロリーと糖質量が他のお酢と比べて低いです。ダイエットにとってこの2つを抑えることってとっても大事ですよね。ダイエット効果その5はこちら、続けやすいになります。どんなダイエットでも続かないと意味がないですよね。正直お酢って酸っぱいですし、匂いも結構きついじゃないですか。と
ところが、このリンゴ酢だとリンゴが材料なのでフルーティーで飲みやすいんですね。どうせなら美味しい方がいいですよね。私も美味しくないのは嫌ですし、続けようって思わないです。そしてこのダイエット効果以外にも健康や美容効果もあるのがリンゴ酢の嬉しいところ。健康美容効果その1はこちら、むくみ改善になります。カリウムが豊富に含まれているので余計な体の水分を外に出してくれます。せっかく痩せたのに見た目はむくんだままだと悲しいですよね。しっかり見た目も綺麗にすっきりデトックスすることができます。また塩分を体の外に排出する効果もあるので血圧を下げる作用もあるんです。その2はこちら、疲労回復効果になります。酸っぱいものにはクエン酸が含まれています。リンゴ酢もそうです。クエン酸は疲労物質である乳酸を体内で分解して新陳代謝を促進してくれる働きを持っています。また血流が良くなったりミネラルを吸収する力もアップします。その3、美容効果です。血行が良くなって血液サラサラなのでお肌や髪の毛にツヤが戻ってきて見た目も美しく若返ることができます。これまで私が指導してきたクライアントの方もこのリンゴ酢を始めてからお化粧品変えてもいないのに肌にツヤが戻ってきましたとか、美容院に行ったら髪の毛綺麗ですね、何をしてるんですかと聞かれたなど嬉しいご報告続々届いています。ではここから目次2つ目です。リンゴ酢ダイエット注意点ということで、1、リンゴ酢の正しい選び方、2、リンゴ酢の正しい摂取量、3、リンゴ酢の正しい飲むタイミング、4、リンゴ酢の正しい保存方法、5、最後にリンゴ酢の注意事項、この順番でお話します。それでは1、正しいリンゴ酢の選び方について詳しくお話します。健康で綺麗に痩せるためにはこの純リンゴ酢を選んでください。ポイントは無添加であることなんです。リンゴ酢を選ぶときは必ず裏の原材料名をチェックするようにしましょう。原材料はたった一つだけ、国産のリンゴ果汁 100% のみでできているこの純リンゴ酢を選べばどこのメーカーでも大丈夫です。一般に安いリンゴ酢は発酵の過程を早くするためにアルコールや別の果汁を加えていることがあるんです。そうすると中には余計な添加物、カロリーが高いなどがあるんですね。正しい痩せるリンゴ酢とは純リンゴ酢のことです。例えばこちら、イオントップバリューのブランドの国産リンゴ果汁 100% を使用した純リンゴ酢、またはミツカンのブランドの純リンゴ酢、こちらも国産リンゴ果汁 100% のみでできている、どちらも無添加の純リンゴ酢になります。また私がお気に入りで使っている最近のリンゴ酢は純リンゴ酢で、こちら原材料がリンゴ果汁国産とリンゴ果実も入っているのでめちゃくちゃフルーティーで美味しいです。さらに健康志向が高い方はマザーといったろ過する前の栄養が残っている純リンゴ酢もおすすめです。だいたい海外のブランドが多いです。お値段はちょっと高めになります。逆に NG な太るリンゴ酢とはどんなリンゴ酢かというと、先ほどの同じミツカンでも純リンゴ酢ではなくてこちらリンゴ酢ですね。で原材料を見てみましょう。残念ながら果糖、ブドウ糖、液糖、砂糖、他もろもろいっぱいいろんなものが入っています。こういった糖分を含んでいるカロリーが高いリンゴ酢はダメです。あくまでも無添加の純リンゴ酢の方を選びましょう。またさらにおすすめできないのがこのようなすでにリンゴ酢ドリンクとしてパックで商品になって売られているもの、そのまま飲めるタイプですよね。よくお酢コーナーでもそのままストレートでこのお酢ドリンク飲めますよっていうのを売ってあるかと思うんですが、もうとにかく糖質量が半端なく入ってます。甘いんですよね。そして特にこれは人工甘味料が3種類も入っておりますから、こういった人工的なものを取ってしまうとあなたの味覚が異常になります。そうするとどうなるか、太るもの、甘いものや脂っこいものがやめられない、止まらないっていうその負のスパラルへと入ってしまいますから、ぜひこういったドリンクにもすでになっているもの、他のメーカーさんもそうです、
飲まないようにしましょう。では次は摂取量についてお話します。純リンゴ酢の1日あたりの摂取量は大さじ2杯までにしましょう。十分効果があります。これを 3,4,5 と、ね、増やしたところでダイエット効果そこまで変わらなかったっていうデータも出ていますし、何よりも何でもそうですよね、いいものも飲みすぎ食べすぎは NG です。大さじ2杯を目安に上手に毎日摂取していきましょう。もちろんこのまま飲んではいけません。薄めて、しかも冷たいままでは NG です。必ず常温かホットの状態で摂取していきましょうね。このまま飲めないリンゴ酢をではどうやって摂取したらよいのかということで、私のイチオシはリンゴ酢茶湯になります。例えば便秘の方、これフランスの超香水コントレックスを温めて純リンゴ酢入れていただいて、これ1本で500ですから、この500に対して純リンゴ酢大さじ2をもう入れておく、でよく混ぜて、はい、これで OK ですし、これをレンチンしていいんです。温めて飲んでください。またはコントレックス苦手っていう方はスカッと無添加無糖の炭酸水で割ってもスカッと美味しく飲むことができます。ただしキンキンに冷やさないでくださいね。その他にも酸っぱいのが苦手っていう方はこのような無調整豆乳、私のお気に入りはこの濃いすごい大豆という豆乳の大豆のドリンクなんですけども、こういったのをコップ1杯に対して純リンゴ酢大さじ1、これにちょっと蜂蜜なども入れるとちょっとしたヨーグルト感覚で召し上がっていただくこともできちゃいます。またさっぱり飲みたい方はこちら有機栽培ですね、オーガニックのルイボスティグリーンアイさんでトップバリューで見つけてきたんですけども、こういった無農薬の茶葉のお茶ですね、特にこのルイボスティは脂肪燃焼効果や鉄分補給もできます。でこういったお茶にリンゴ酢を調達されるとまるでレモンティーみたいな味がしてとっても美味しいです。また他にも飲む点滴と呼ばれる栄養価が高い無添加の米麹だけで作られたこういった甘酒に純リンゴ酢ちょっと入れても美味しいですよ。他にもお料理としては納豆に純リンゴ酢を入れた酢納豆であったり、キャベツとリンゴ酢を使った酢キャベツ、もしくは普段召し上がるお味噌汁にちょい足しでリンゴ酢味噌汁なんかも手軽で簡単できますからおすすめです。今ご紹介したリンゴ酢の飲み方食べ方については詳しいレシピを紹介した動画があります。この動画の下説明欄にリンクを貼っておきます。ぜひそちらもご覧くださいね。では3つ目です。飲むタイミングについて、それは食事中食後がおすすめです。特に胃腸がお弱い方は食前は NG です。ムカつきやね痛みなどを引き起こす可能性があります。逆に胃腸がお強い方は薄めたものでしたら食前でも OK です。ただし体調に合わせて摂取していきましょう。ではその4、保存方法になります。リンゴ酢は開封してから冷暗所で約3ヶ月、冷蔵庫なら約半年保存が可能です。その期間を目安に使い切ってしまいましょう。そして注意、作り置きしておいたリンゴ酢ドリンクなどをステンレス製の容器に移して保存したり持ち歩くのはやめましょう。なぜならステンレス製の容器に酸性の強い飲み物を長期保存してしまうと金属が溶け出したり、また腐食がスタートして錆びます。そういったものを含んでしまうと金属中毒を引き起こす可能性があるからです。なのでこのようなステンレス製の水筒だったりタンブラー、こういったものにリンゴ酢を入れない方がいいです。じゃあ一体リンゴ酢ドリンクどうやって何に入れたらいいのって思いますよね。その時はペットボトルでしたら溶け出すほどの耐久性は悪くはないです。ただ一番安心安全なのはやはりガラス製の瓶保存容器がベストです。余談ですけれども、酸性が強い飲み物、例えばスポーツドリンクであったりフルーツジュース、要は酸っぱいものを先ほどお伝えしたステンレス製に保存するのはやめた方がいいです。では最後5つ目、注意事項になります。復習にもなりますけれども、まずは基本的に空腹時に飲んだり食べたりは NG です。あとは歯磨きのタイミングにも気をつけましょう。酸性の強いものを召し上がった後直後に
歯磨きをしてしまうと歯のエナメル質を傷つける可能性があります。せめて摂取後30分経った以降歯磨きしっかりしていきましょう。そして最後は持病をお持ちの方になります。特に腎臓など内臓疾患をお持ちの方、お薬を服用中の方、妊婦さんなど必ず医師に相談を摂取してくださいね。他にもまだまだ腸活ダイエットの方法はたくさんありますが、まずは美味しくて続けやすくて効果の高いこのリンゴ酢ダイエットを取り組んでいきましょう。そしてダイエット卒業しましょうね。最後に大切なこと一つお伝えします。それは続けること。ダイエットは体質改善です。長年かけて作ってきたデブ体質はたったの 1,2 週間で変えることはできません。最低でも 3,4 ヶ月は続けていきましょうね。早い方では1ヶ月で効果を感じる方もたくさんいらっしゃいます。お知らせの後に今回の大事なポイントまとめのお話があります。ぜひ最後まで確認してください。腸活ダイエット整体師としてこれまで1万人以上の方の心と体のケアをした経験から、1ヶ月でマイナス3キロ、3ヶ月でマイナス10キロ、また血圧、コレステロール、頭痛薬などのお薬とも卒業という腸活ダイエットの具体的な方法、動画4本を今無料でプレゼントしています。なりたい理想の姿を手に入れたい方はこの動画の下説明欄に LINE のリンクを貼っています。今すぐ登録してくださいね。それでは今回の動画の大事なポイントをまとめです。1、痩せる純リンゴ酢を選びましょう。2、1日あたり大さじ2杯までで OK。 まずは 3,4 ヶ月コツコツ楽しく美味しく続けましょう。3、原液でそのまま、またキンキンに冷やして飲まないようにしましょう。今すぐあなたも取り組んでみてくださいね。それではこの動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、またリンゴ酢を使った美味しいレシピなどありましたらコメントくださるととっても嬉しいです。ぜひシェアしてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。